金平梅。バレてますのよ、あなたがルルの体を乗っ取った平次さんだってこと。何をおっしゃるの。私は江露人です。あなたに下報をかけたこの坊主は死んだわ。下報は解けたのよ。ひどい嫌がらせですわ。そんなに私を妬んでいますのね。私が旦那様に愛されているから私を憎んでいらっしゃるのでしょう。私が旦那様のお子を産むのが悔しくてなりませんのね。おかわいそうに。それは私のセリフよ。言ったでしょ、お腹の子の父親は送金。よほどあなたに自分の子を産ませたかったのね。私をこの世に戻してくれたら。まさか。あなたの子供を産んであげます。やめて。そんな気持ち悪い。あんな男の子供なんて絶対に産みたくない。そんなことするくらいなら産んだ方がマシだわ。ダメですよ、平次様。約束したじゃありませんか、私の子を産んでくださると。あらあら、もしこいつが生きていたら聞かせてやりたいわ。それ以上バカにしたら旦那様に言いつけてあなたに罰を。私と平次様の子供が。私のパオが。術が解けたわね。you
離れてしまった。私、あの世に長春妃に戻されるの？その首、もらうぞ。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわね、旦那様。ヘイジ、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。